はい、マンドリンで、メトロノームに合わせる、やり方を言います。メトロノーム鳴らしましょう。今60で4拍子で鳴らしてますけど、鳴らしたいタイミングでピックを置く、ね、例えばこの弦、D 線やったら、ここで置くね、置く練習をしてください。触るだけね。そしたら、この触ったタイミングで、こう弾けばね、こう置くタイミングで、そのまま入ればいけます。トレモロも全く一緒です。このタイミングで、同じようにこう入ればね、一拍前で持ってきて、こうね、置くつもりね、乗せるつもりで手を動かせばいけますのでね。なので、一拍前で持ってきて置くね。一拍前で持ってきて置く。で、そのタイミングで弾くと。はい。そういうことです。